はい、本番でございます。今日はですね、今日からか、フレイ CD ですね。サーク回転。いきましょう。サーク1と2の間なんでしょうかね。順番的に多分いいはず。ということでやりたいんですが、とりあえずは、5ウ番ルでティす。マ、あ、1でございます。ウルティマ行っておきましょう。これ、あと加速が入っている。いるね。ストーリーはつながってるんですか？ストーリーは、穴埋め的な感じなんでしょうかね。ワンで、ラトク君がいなくなってしまって、町から離れて、で、ついていくために学園で勉強してるっていう、その頃のお話みたいです。で、ツーでは、その学園での勉強が終わって、ラトク君と合流したと。そんな話になってるんで、一応は繋がってるのかな？詳しくは、残念ながら存じ上げません せーの、ほい。ここかな？ いやー、今日は暑いですね。と左すぎたか。加速入ってないとほんと操作しやすいな。Stop the avatar! 早くて8 I 秒 will come か。through the black gate now. Do not let him near. ちょっと、おい、そこの人邪魔。あー、間違った。実行モードにしちゃった。ちょっと、これどうやってキャンセルすんの？あれ、キャンセルできない あとなんか加速がまた入っちゃった。どうなってんだこれ。おお、ポイントが飛ぶ So, Avatar. はい、しまった。ダブルクリックして アイテム実行モードにしちゃった。そしてタスク、なぜか切り替わって DPI が変わり、元に戻らなくなるっていうね まあ、いっか、しゃあない。フレイ CD。1.6倍。ビームシステムでしたっけ？あれにしようかと思ったんですけど、西暦幅が大きすぎるんで、753年。ちょっとうるさ。これぐらいかな。サーク界に危機が訪れた。画面中央に表示するだけにしました。250年前に先神デュエルによって封印された妖魔バドゥーの復活の時が近づいていたのである。これを阻止せんと立ち上がった一人の若者がいた。その名はラトク・カート。そう、彼こそが先神デュエルの血を引く伝説の勇者なのである。勇者ラトクの活躍によりバドゥーの復活は阻まれ、世界は再び平和に包まれた。
その冒険の中で彼と巡り合い、以来ずっとその姿を見守り続けている一人の少女がいた。この物語は初めて恋をした少女の心の成長を愛とロマンに満ちた冒険で綴る一大スペクタクルファンタジーである。あ、しまった、説明書を開いてないや。まあそれは後で。あとこのエミュレーターに関して文句言いたいこともあるんですけど、これは後ほど。なんか微妙に処理落ちしてるな。今年もまた数多の若い魔法使いたちが巣立ちの時を迎えんとしていた。卒業か。もうあれから3年にもなるのね。目が。絵柄がすごいな。ああ、あの襲われていたとこ。ん、あ、そうですね、キャラクターデザインここもいいですね。大丈夫かい？フレイの回想ですか。これでラドクさんと一緒に旅ができるんだ。ラドクさん、もうすぐあなたの元へ参ります。学校卒業した後の修行か。ねえねえ、それって噂のラドクカートじゃないの？アムロ君がいますね。あるよ、私のラドクさんの噂をしてんのは。フレイヤトールが。何何？ああ、それってもしかして例のアーザルの町の。そう、あの勇者ラトクが誘拐犯なんだってさ。そうそう、ほら若い人たちばかり狙われてるっていう。誘拐犯？あのラトクさんが？関心、暑さに耐えるゲージを削られる。なんか、もう言うとやりな中お届けする。ちょっとあの、アムロ、ガンダムじゃん、W。 ねえ、あの読み上げ一旦止めました。字幕がないんで。どうかしましたか、フレイさん。急に立ち上がったりして。ミル先生、私ちょっと行くところがあるからこれで失礼するわ。フレイさん、ちょっと待ってください。卒業式はどうするんですか、フレイさん。いきなり一人二役やってるんですけど。アムロってこんな役の仕事もやってたんだな。ねえ、こういう軽い早くみたいな。でもこのゲームからして他にもいろいろと出てきそうですね。今後登場しそうな雰囲気がありますね。
古谷徹を出演させておいて、あれしか出ないってことはないでしょうからね。フレイ・イン・マジカル・アドベンチャー。こけた。なんか血を吹きながらのけぞってましたけど。大丈夫なんですかこれ。シャワー浴びる。ああどうでしょうね。下手すれば出てくる可能性ありそうですね。鈴木何がしさんとかもね、いろいろときそうな雰囲気もありますけど。94年か。西暦753年。あれ94年なんだ。92って書いてあったけどな。ちょっと94に直しとこう。250年前に戦士。ちょっと待ってね。ってことで、スタートですね。これ取り込めてる？あ、大丈夫ね。はあ、本当いきなり唐突に始まりますね。マイクロキャビン金星みたいですね。あ、今日もお疲れ様です。ねえ、今日も暑いですよね。平粉発送。中国は対デルタ株の有効性 59%。 え、ねえ、中国金星の武漢型は全然全然 50% 切ってるとかいう話なのに、それ以上の有効性があるんだ。まあ言う、自分で言うのは自家庭ですけどね。この水ワクチン本当に効果あるんですか？へえ。ほ、ああ、3回目で、一応抗体は増えると。ブースターは効果あるんだ。でも本当かな？全然信用できないんだけど。ねえ。他の国の発表ですからね。米がアメリカコロナ発生源近く発表。中国反発。ああ、例のアメリカがいろいろ情報を集めましたっていうあれですか。やっと発表するんだ。どんな情報源あるんでしょうね。情報機関が集めた話っていうことなんで。はあ。アメリカは政治的な目的のために発生源問題で情報機関を使ってると述べた。ほう。新型コロナについて中国政府はアメリカの研究所が原因との独自の主張を繰り返しています。未だに言ってるんだ。ちょっとマウス加速が入ってないな。ほう。23日の段階で数日ほどで公開されるってことは、そろそろもう今日明日中には来るんでしょうかね。どうなんでしょうね。どこかの、ねえ、トラさんみたいに言うだけ言って結局何も出さないとかね、その可能性も楽にしまわらずですけど、実際情報出てきてからでしょうかね。うん。気ま知りすぎ。そうね。またはぶられ。どうせ断定はしないよ。それらしいとか、なんでしょうかね。かなり具体的な情報あるようなこと言ってましたけど、やっぱり、いつも通りなんでしょうかね。韓国 Google、Apple のアプリ配信手数料制限へ。ほう。売上の一部を手数料として徴収する行為を制限する見通し。はあ。それで、サムスン APP とかに流れ、お金を流そうって話ですか。ギャラクシーについてる、ゴミくず以下のあのストアにお金を払う、流そうとしてんでしょうかね。ほう。30%。
最大 30%。 ああそうね、これやっちゃったらねえ、で最悪ある種の制限撤退とかねありそうですよね。もしくはアメリカ様がそれを許すのかっていうね、いろいろと制裁ありそうですね。こうやってわざわざねえ、いやアメリカ様の怒り買うようなことしてどうするんでしょうね。やるんだったらね、もうちょっと上手いやり方あるでしょうね。せめてある程度の交渉なりなんなりして、その結果としてとかね、その流れ書いてないけどいきなりやるとなると大怒りそうですけどね。そしてレッドチームにどんどん近づいていくんですか。スマホ終了のお知らせ、韓国内のみ。そしてあれですか、あのチャイナ製の例の APP ストアになんでしょうかね。なんか独自 OS が作ってましたよね。そっち系に移るんでしょうかね。スマホ終了ねえ。ファーエイの参加になったりするんでしょうかね。中国大使、米軍のアフガン人権侵害を非難。責任問う必要。あれ、現在進行形でジェノサイドやってる国が何言ってんでしょうね。おかしいな。まあ、真っ先にね、友好関係結んで、さらに国として認めちゃったような。政府を承認したような国ですからね。アフガンの現状をもう現段階でやらかしていることを非難せずにアメリカを非難するっていうね。この意味のわからないことやってる国は何なんでしょうかね。はあ、このやり方もすごいですね。これ誰がこの意見に賛同するんでしょうね。一応何でもかんでも文句つけとけ的なその流れか。本当に誰が誰に対して言ってるのか2回読んじゃいましたね。制限を容認しちゃったら他の国にも追従されて終了しちゃいますから、うん、大した売り上げの内径とか、うん、速攻でハブってくるでしょうね。ねえ、あのストアは継続するけど、あの販売系は禁止する。つまり自国のね、パブリッシャー、自国のデベロッパーをつまり殺すことになるっていう、その流れになるんでしょうね。そして有用なアプリケーション系が買えなくなるってね。そっか、実際買えないとなるとマイクロソフト系のも使えなくなるし、アップル禁制系もダメだして、相当制限食らうんでしょうね。実質使い物にならないとかありそうですね。そして広告もダメとか言いそうですからね。恐ろしいですねこれね。いやすごいね、かの国、あの報道に関する制限とかね、言論統制とか法律なんか無理くり成立しちゃったんでしたっけ、法案通してますよね。本当に社会主義とか共産国みたいなことになってるみたいなんで、現状相当やばいですね。まあ、実質レッドチームですね。もしくは数年分上乗せしてお真似に変えられるとか、うん、そういうパターンになるじゃないかなと。なるほど、制裁食らった分値上げして、そしてトントンにしようって流れか。自らお真似を招いていくって流れか。ああそれありそうですね。あの Google とか Apple はね、パブリッシャーが同行する前に他の国だけ他と変わらない値段になるように自動的に調整してくれるとかね。そういう機能つきそうですね。ほんと自国のためにやってることが結局自国のマイナスになるっていう、本当いつものパターンですね。
こんな無理くりないですけど、よく通そうと思いましたよね。はあ、両国は主要な収入源を失うことになって。かの国一国でどれぐらいの影響あるんでしょうかね。ちょっとミュートボタンが、これか。あ、これか。一番最後のこれか。私言ったあの、例の剣道当選のやつ。ついに事実陳列罪保護法爆弾本当のことを言ったら罪に問われるっていうねすごいですね。王様の、いや、いやあ、まさにあれですね裸の王様状態を国として現在進行形でやってる、それがサウスコリアですね。すごいね。本当にこんな法案、いつの時代だよって感じですけどね。チャイナとかね、ああいう一党独裁の、ね、社会主義、共産国ならわかるんですけど、仮にも先進国入りした、一応は、ね、西側の、トータルアメリカの同盟国の国がこんなことをするってのはすごいですね。はあ、言論仲裁法って何ですか。はあ、それ野党は反対しますよね。はあ、野党が退席、議場退席して、与党が単独で可決したの。これは、これは後で攻撃する材料になるかもしれないけど、自ら権利を放棄して、ね、放棄したわけだからね、実質、これは認めたと同じことだし、自業自得じゃないかな。はあ。ああ、なんか、それに関連して、いろんな法案一緒に通っちゃったんだ。多分、このいくらかは、通らないことを前提にして出してる法案だと思うんですけどね。それも、野党が退席したおかげで通っちゃって、多分、法案出した側がビビってるっていうね。それ系なんでしょうね。日本で生まれによくあるあれですか。すごいなぁ。もうかの国は自由、言論の自由ないんですね。線引きを政府がやるってことですよ。もうこれ野党や与党の反政府側になったら戦々恐々の状態になりますね。ね、政府の意図にそぐわない発言はそれすなわち犯罪ですからね。これすごいですよね。本当チャイナと何ら変わりはしませんね。チャイナ、北朝鮮と同じですね。これが本当に通っちゃうんだ。憲法違反とかで、ねえ、無効っていう流れあるかもしれないけど、かの国の裁判所って、ねえ、法律とか、そういったものじゃなくて、国民見ながらとかね、政府見ながらですからね。全く法治国家として成り立っていないし、憲法裁判的なもやったとしても、合法とか普通に言い出しそうで、ね、本当、これこそがまさに社会主義、もしくは、ね、中世ですね。本当すごいな、こんな国だらけなんだね、日本の西側ってね。恐ろしいわ。まあ、これもつまりは、ね、チャイナに統合された時の布石なんでしょうか ね。中国共産党に、ね、反する言論は許さないっていう。それをやりたいがために、あの国に併合させるための条件として、ね、自国を進展する時のために作った法律っていうね。そんなイメージですね。いや、ありがとうございます。あ、ちなみに画面映してないのは、ニュース系がやばいかなっていう。
また一歩近づいただけですよ。あの自主規制として移していません、うん、なるほど。そうか、まず赤い国ではなくて将軍様にね国を統治してもらうっていう、そのための下地作りか。そういうことか。なるほどなるほど、よくわかりました。まあ、かの国はね将軍様に統治されることによってね、国民の民族の、ね、永久の存続がおそらくね約束されるんでしょうからね。どこかのなんとか広告的な ああいう感じですか。そして宣戦布告するんでしょうかね、どこかに。いや、ありがとうございます。すごいね、ほんとしょうもない。上の方がもうしょうもない記事続いたと思ったら、とどめとしてこうきますからね。いや、すごいわ。民主主義国家を歌ってるとは思えませんね。ありがとうございます。じゃあ、フレイ行きますか。あ、そうだ。フレイはまずあれだ。説明書。これこれ。フレイ CD。これはまあ冒頭で読まれたやつですね。特に説明は必要ないか。この4番どうやって切り替えんの？上から順に最大3つまで表示する。ほう。どうやって切り替えるんだろう。あ、ランボタンでウィンドウ切り替え、ロッド切り替えなんだ。なるほど。ボス画面。コロナで既得説出てから回復して表に出たと思ったら、うん、これ違う人じゃね。うん。って言われて以降、将軍様のご尊顔拝見してない気がするんですが、うん、お元気なんでしょうか。どうなんでしょうね。え、って、当時の図説全部画像化 PDF 化されているんですか。多分そうじゃないでしょうかね。ただめちゃめちゃ解像度低いか、あのスキャンが斜めっていて、あの一部読めないとか、ザラにありますけどね。確かサーク3の PDF が斜めっていて一部読めなかったですね。あと、サーク3の PDF は1ページ飛んでます。14ページが確かなかった。これかな。11。これ12。これ13ですよね。で、15ページ。1ページ飛んでます。あの、サークのストーリーのダイジェストの前半部分が読めません。あと、これ左側切れてますね。これひどくないですかね。1ページ飛んでて、ストーリーは読めないんですよ。あとなんかスキャンもかなり変だし。すごく微妙ですね。雑だな。雑ですね。突っ込まれなかったんでしょうかね。誰か報告しないのかな。発売してかなり経ってるはずなんですけど、本当、適当ですね。一応全ページ確認して14ページがないのは確認したはずなんですけど。X 仕事してない W。 ほんと。一応ね、個人でね、スキャンしたのともかく。そうそう。個人でスキャンして抜けていたなら仕方ないで済むんですけど、ね、どっかで拾ってきたとかね。でもこれ、プロジェクト X が売り物として売ってる商品のうちの一部ですよ。それがこの雑さ加減ですからね。うーんっていう。ほら、このサークのマニュアル、CD のジャケット、ライナーノーツみたいなやつですけど、これすらも斜めってるしね。そういう点でちょっと。まあ、今の PC エンジンコントローラー画像で思ったけど、
これに似たコントローラーって見たことないような、うん、ミニ以外じゃ復刻もされてないのかな。あーそうですね、確かにウェブアーカイブを行った方がもっと綺麗な画像ありそう、ありそうですね。あっちなんかほんといろいろありますからね、間違いなく個人でスキャンしたやつをねえウェブアーカイブにアップロードしちゃったって思われるやつがいっぱいありますからね。何だったかな、私も幻影都市のマニュアルプロジェクト X のやつに含まれていなかったやつあっちで見ましたしね。ほんとウェブアーカイブ様々ですよ。敵キャラクター紹介はい終了。プロテクトに引っかかってる違法コピー品を販売しちゃった過去もあるしな。マジか。そんなことやってるんだ、エックって。ちょっとやり方大丈夫なんでしょうかね。早しげですね。うん。ま、とりあえず、遊び方わかりました。あと、テキストに書かれてるやつ何かあったっけ？あ、特に説明はないですね。ちなみに、うちの環境だけの可能性ありますけど。ちゃんと修正版に差し替えられた。さすがに、さすがにまずいと分かったんですかね。ねえ。ありがとうございます。あ、そうそう。このエミュレーターの問題点ですけど、まあ、Windows 10正式対応じゃないっていう理由もあると思うんですけど、この、エミュレーターで設定できる、エッグのエミュレーターで設定できる、このゲームパッドを設定すると、斜め入力が効きません。なので、パッドで遊びたい場合には、ジョイトキーで遊ぶのがよろしいです。最初遊んだとき、このゲーム斜め入らなくてめちゃくちゃ難しいなと思ってテストプレイしたんですけど、キーボードで遊ぶと普通に斜め移動できるんで、このパッド設定のっていうかエミュレーターの問題だってことが分かりました。うん、ちょっとな、出来がな。一応見た目はハートが HP で、下のが状況ですね。HP の減少で変化します。ゴールドはまんま。シールドはこれなんだろう、防御力かな。あとアイテムマジック。十字キーがパッドスイッチになってるからでしょ。ハットスイッチって、ハットスイッチって何でしたっけ。これダイレクトインプットじゃないとダメなんでしょうかね。X インプットのパッドなんで、箱丸コントローラー。うん。ま、どっちにしろ。ああ、じゃあ言い換えましょうか。Windows 10で X インプットのパッドを使った場合、斜め入力はできない。そんな感じで、どうでしょうか。PC エンジンのパッド、特徴らしい特徴ないですからね。ひげに、特に、ね、言い悪いないってことで、コピー品がないんじゃないですかね。まあ、ファミコンに比べればまだマシだけど、そんな使いやすいパッドでもないし、仕方なしですか。うん。じゃあ、行きますか。一時停止止めて。これうるさいか。あ、そういえば東京パラが始まってますが、相変わらず、うん、オリンピックに輪をかけてマイナー競技があって面白いです。一部見逃し配信もありますんで、今日はゴールボールを見てました。 W あれ、とうとう始まったんだ。へえ、ゴールボール初めて聞きましたね。いや、ありがとうございます。あれに強制的に観戦に行かされる子供がかわいそうで仕方がない。自分の意思を介さずに学校で強制的に行かされるっていうね。
一応ジャンプ高さ変化したジャンプはできます。 あと攻撃、ため攻撃ができて、これがチャージゲージですね。元気って何ですか？イノキ元気、今の状況ですね、そのまんま特に説明ができないけど、あれなんかスチームインプットのパッド入力が出てきちゃった。これどうやって消すんだ。解像度は低いんですけど、色数多くてさらにフレームレートが高いんで、その分 PC98 版より PC98 のゲームよりは全然遊びやすいですカクカクのゲームとは違いますね。画面フレイの状態によってメッセージが変化するだそうです。これフェイスメーターシステム、元気へっちゃらポン、うん辛いよ、もうダメだそうです。魔導物語のハルルの表情みたいなもんですか。回復テレポート、貯めると何段階目かな、 DC-98 も DCE もフレームレートはどっちも固定で 60Hz です。あ、そうなんだ、98番もそんな ちゃんと動くんだということはサーク2ぐらいまでは辛いのか。いや、ありがとうございます。あ、一応ジャンプしもできる、溜めた状態で、あ、以上できるね。画面は一応ジキャラを中心として移動してくれるんで、ゴールボールは3Dスタンで目隠し状態で相手のゴールポストにめがけて球を投げるゲーム。ボール自体にギミックがあって、ボールの中に鈴が入っていて、お好みで判断して止めるという無理ゲーです。W ストライトと BG という存在、なんかある種エクストリームスポーツですねよくスポコンものとか格闘ものとかでね、倒せない敵を倒すために特殊訓練する系の、その時の訓練みたいですねある種の修行ですか。確かにそれ面白いどうせならね、選手の一人の、耳のあたりにバイノーラル録音用のマイク取り付けておいて、選手の立場で聞けるとかね、そういう中継とかないんでしょうかね。映像なしで音だけで聞く、音だけで楽しむ観戦とかダメですかね。バイノーラルモードでもそれできるってことは、アンリアルエンジンとかで同じゲーム作れそうですね。あ、なるほど、あれか。某 E のケンジが作った、ゲームみたいなもんか。あのゲームはものすごく未来を見ていたのか。さすが、DC エンジン、これ作ったハノソンは、大企業になってるんだろう、マダブルー。CPU からして作りましたからね、ハドソンがねいやー、どういうわけかね、今会社がないんですよね。コナミっていうところになんか吸収されちゃったらしいですねおかしいな。そもそも NEC ヒューマンエレクトロニクス自体がもうないですからねNECHE が内定点でPC エンジン系はもうことごとく消滅してますか。
画面の移動はキャラクターが中央以上に中央より上に行こうとすると画面がスクロールするで、キャラクターは戻れません。上方向に進むだけ、左右は移動できません。スクロールは上のみですね。次のジャンプアクションの部分まではやったんですけど、あ、ほらほらほら、お、500円。攻撃は縦と横、上、上下左右だけで斜め打ちはできません。斜め移動中は上か下かに弾が飛びます。ミコさんの持ってる、ね、髪のひらひらついたやつはあれ振ってほしいですね。試合映像を見たらわかるんですが、実際にはめっちゃめちゃ地味です W、 守備側の3人がほぼ寝そべり状態で守ってて、攻撃側は選手と選手の隙間を見えない状態で狙う無理ゲーです。道のど真ん中に宝箱とかおかしいでしょ W。 ねえ、あんまり細かいこと考えちゃいけませんか。あ、これ当たり判定ないわね。あの本編の3区以上にライトなゲームなんで、細かいこと気にしたら負けですね。一体どんなゲーム、どんなスポーツなんだ。後で見てみましょうか。 ありがとうございます。ちょっと ボリューム大きい。このゲーム、ゲーム内でボリューム調整できなくて、マスターボリュームだけをエミュレーターで調整できるんですよ。こんくらいかな。道のど真ん中に宝箱とか、確実にトラップだよね。実際あの、これに近づいた時、周りから敵出てきましたからね。まあトラップっていう点では間違いないですね。HP 回復、確かこれ自動的に使われた気がする。これね、あべ、サークのような苦行がないと信じた W。 やべ、使っちゃった。そう、私もそれを信じてる。お、あっぶねいって、ここにパンとかおかしいでしょ W。 あれ、自動的に、自動的に使われるはずが、何をやっているのだ。自動的に使われるはずが間違って使っちゃいました。自動的にではなくて自主的に使いました。あ、いて、これジャンプアクション、すんごい操作しにくい。あ、ありがとう。パン自動的だよね。自分で使っとこうか。よし。でもハート1個しか回復しないんだ。またジャンプアクション要求されてるだろう。でもやっぱりマイクロキャビンが作ってるだけあって、なんかジャンプのワルキューレ的な奥行きが分かりづらい。ワルキューレの伝説、すんごい操作しにくいな。あ、いっぱい来た。敵を倒すことで何か得られんの？お金は得られんのか。レベルの概念ないんで、それほど、おっと、メイクに倒す必要ないのか。お、フレームドラゴンって何？あ、魔法か。魔法ってどうやって使うの？あ、
あー、わかりました。あの1回限りしか使えないそうですちょっとあのそういうこと早めに言ってもらえませんかね。お、壁が壊れる。お、鉄球攻撃とは。お、ゲミル帽子ありがとう。これ全開だね。ボス戦か？なんだこれ。そうか。礼をわきまえぬ人間よ、その不浄の手でご身体に触れるでない。あ、フル帽子じゃない。ご身体。水の神レイトゥーン様のゆかりの地。制約の滝としての諸行か。答えよ。このフレイは相変わらずですね。うん。そうやって煽っていく。で、俺はいいや。早くやめんと。あ。これがボスか。ウディを。うん。おや、優しい。無用な殺生かのま。おとなしくここを去るのであれば見逃してやろう。ついでと言っちゃなんだけど何か要求できる立場にないと思うんだけどね。私を向こう岸までつすごい。おお、タクシー側に使おうと、イカダ側に使おうと。あ、いいんだ。うん。あ、ひどい。ひどい。グレイ、ひどいね。あ、一応ダメージ結構いくね。わお。あ、いけ。あー、ゲミルポーション使っちゃった。あべ。水に落ちると即死か。また酔ったか。ああ、一回撤退した扱いなんだ。私の住処を荒らされてたまるか。いや、あっちの言い分が正しいんでは。まるで私が破壊の帝王みたいじゃない。バール的な。うん。お前にだけは言われたくない。まったくですよね。あれ当たってないな。あとこれ貯めてるとジャンプ力要素。今のレーザーサークのラスボスみたいな攻撃じゃない？確かに。音も似てるような W。バドゥ様の。バドゥ様の力を一部受け継いでるんでしょうかね。でもバドゥ様のビームだったらね、画面半分の1ぐらいの太さですからね。何故この私が倒されねばならぬのだ。所詮は劣化版。この制約の滝
制約の滝って一体何の制約なの？スペースハリアーにこんなボスいなかった。いた気がする。神殺しの称号。ドラゴンスレイヤー兼ゴッドスレイヤーですね。いいね。こんなお気楽にそんな称号を受け取っていいんでしょうかね。像は後で拾って直しといてあげるから。軽いなぁ。どうせ忘れて放置するんでしょう。あ、おまけ？あ、ありがとう。ラッキー。仕方忘れるでないぞ。ゴッドスレイヤーという SNK のファミコンアクション RPG が。あ、そんなのあるんだ。SNK で、っていうか、SNK ってファミコンでゲーム出してたんだ。ありがとうございます。SNK っていうと、私はゲーセンのほぼアクションゲームっていうイメージなんで、なかなか、ちょっと気になりますね。ちょっと待って。あの、背中かゆい。しかし、チャージショット3発ぐらいで沈みましたね。まあ最初だからこんなもんなんでしょうけどね。まさかこの難易度が続くってことはないよね。あんなの最初から壊れてたんじゃない？私みたいなか弱い乙女が触っただけで壊れるわけがない。他のエレメンタルもありそう。 W、 あー、理想全4面とか。いや、さすがに少ないか。でも私が危惧してるのはね、サークシリーズ1と2に共にあったドラゴンスピリットパート、このゲームにないと言い切れますかね。どうでしょうかね。シューティングパートはいらないんですけどね。あるのかな。さーて、ちょっと遠回りしなきゃなんないわね。早くアザールの町に行かなくちゃ。約束を普通に保護にしてる。ひどい。すみません、この辺でラトクカートっていう青い髪の戦士を見ませんでした？ほう。隣の村にいたあれ、あれという表現はどういうこと？影からジロジロ見ていたやつ。ラトコを名乗る怪しげな連中ですが、そこだけボイスありW。 プレイだけ喋ってくれんでしょうかね。あとなんか BGM おかしくない？エミュレーション失敗してる気がするんだけど。無実か。一応攻撃以外はできるんだ。同様に高田由美かい？違うな、誰だっけ、久川彩香。サークもそうだけど、お店に入るとき声かけますよね。ちゃんと投資をしてるんだ。話をする。今度は女の子のお客様。この間はかっこいい彼だったから期待しちゃった。それがラトク君？チェ。ちょっと、間違った。
HP 減ってるか。ごめんください。いらっしゃいませ。おいくら？高え高いけど、まあ泊まるか。あ、宿屋でセーブなんだ。BGM ひどいな。音が壊れてるっぽい感じがする。アザース兵剣も物騒いな。ごめんください。あと HP1 個増えてんね。言われなくても分かってますよ。ありがとうございました。この声誰だろう。ごめんください。いらっしゃいませ。分かんないな。盾を買う。スモールシールド。まあこれ買わないとダメでしょうね。はい、アイテム。いや、DC エンジン版の音は知りませんが、曲って意味合いだと割とこれで合ってます。 W あ、合ってる。なんか音が壊れてる気がするんですけど。ありがとうございます。こういう曲なんだ。あとで98番のプレイ見て。全部長いだったりして。 W ありえる。でも確かにあり得る。一言しか喋ってくれないから分かりづらいけど、確かに長い城の可能性ありますね。ナレーションから始まって一体何役やってんでしょうね。あ、パンいくら。ちょっとした怪我ならこれ一つで治っちまう。100円。まあ買っとくか。これは干し肉。深い傷にはこれぐらいスタミナのあるものを食わないとダメ。高っ。ゲミルポーションは1500か。売る。盾売れるの。あー半額か。あ、パン売れる。半額ね。確かに長い城って言われると、確かにこれ長い、声長い城ですね。こっちはなんだ。ごめんください。留守。ちょっと待って、縦に3って書いたんだけど、これもしかして3回分だけ敵の攻撃防げるってこと。使い切りか。壊れやすいってのはそういう意味か。 なるほど。アルセイデス様のたたりかなんか知らんが、町の者はいい迷惑してる。ほう。ダッシュないな。ほう。テレポートの魔法が使えたら。確かフレイテレポート使えますね。ごめんください。いらっしゃいませ。宿屋のお姉さんと同じ声なんだけど。街の外へは出ないように。あ、ロット売ってる。ハローロット。
遠くにいる敵も攻撃できる。ああ今確かに距離短いね。サンダーロッド。レベル1ってことは上位のもの、上位のものもあるのか。威力にはかけますが、敵を貫いて遠くまで飛ぶ。貫通か。ファイアロッド。威力はあるけど敵に近づかないと当たらない。だったら遠距離から攻撃できるやつでいいんじゃない？ひたすら離れて殴ってれば勝てるよ。これにしよう。魔法。あ、しまった。魔法はあったんか。サンダー、3つの雷をあなたの近くで敵に落とす。これ使い切りだよね。ファイヤー、3本の炎がそれぞれの敵めがけて飛んでいく。そういえばスタートボタンで切り替えできるんだった。なるほど、使い分けも簡単か。レイジアナムってどっち？うん、こっからいける。人の話を聞かない。ラジア、すごいマイペースなキャラですね。よし、特に見るところもないし行きますか。ありまして、危険なので普段は開かないようにしてる。うん、このままぶっ壊しちゃうから。フレームバーひどい。このキャラひどい。さっきのね、ドラゴンのところもそうだけど、敵のために手段を選んでないね。あ、村長が OK すれば開けてもいい。うん。え、村長宅なんてあったっけ？あの留守の家かな。ここ。この表情、何か依頼をされる流れだ。デムスさん、うん、そんなに危険。3年前、勇者ラトク様の活躍で平和になったと思ったんですが、そしたらまたモンスターがうろつき始めまして。それはあれかな、新たな魔王が復活しようとしてるっていうゴスペルのおかげじゃないですかね。なんか順番違いますね。まあ嘘は言っていない。嘘は言っていない。うん、森を怪我して、森で怪我していたところを助けられて、町の病院までおんぶしてもらったわけだから。そうね。
そうね。ハルセイデス神殿から話を聞かない。レポートの魔法、うん、はい、ありがとう。やっぱり世の中はったりね。はったり。ほう。これフルチャージにしちゃうと使っちゃうよね。不便だね。魔法発せないかな。あ、いた。あ、はーい。おう。あ、こりゃ便利だわ。査定長いからすんごい戦いやすい。あ、なんだ、テレポートの魔法って別枠なんだ。射程の長さ、これ通常だ。これが新しく買ったやつ。あとは、こいつハーピーか。天空の回廊で散々苦しめられたやつ。確かに行動パターン同じだ。あったあった。こんな感じの曲なのね。W、リンク。お、ありがとうございます。ゲームの BGM だったら聴いても大丈夫のはず。これか。あ、本当だ。なんか絵柄が全然違うね。はあ、確かに音楽。確かに音楽同じですね。ただなんか音色と各音色のボリュームのバランスが極めて悪いんですけど。PC 変身版。何なんでしょうね。いや、ありがとうございます。最初期版の MSX 版のやつなんで、というか PC 版が特殊すぎる、うん、なんか変ですよね。こんなあえて内蔵音源で鳴らすこと しないでね、 CDDA で鳴らしちゃえばいいのにね。なぜこういう音楽にしてしまったのか。いや、ありがとうございます。 MSX 版の方がいいですね。あれ、これパン複数持ってる場合は、あ、複数持てるんだ。あぶれ、ちょ、オッケー。嫌い、ジャンプアクション嫌い。よし、危ないな、危ない、痛い。
どっかで見たことあるキャラクターがいる。割れキューレかい。お、サンターゲット。あ、しまった。MSX 版は動きがなくなくなのでちょっと辛いよ。98班ならちょっとマシかもしれない。うん、なるほど。ってことはこれは音楽部分を目をつぶれば十分遊べるってことか。なるほど。慣れればいいのかな。ちょっとジャンプをしにくい。きゃあ、またジャンプアクションだ。あ、もっと近くに来たんだ。食べないとダメか。あ、え？え？すいません、踏み切れないんだけど。ジャンプアクション。あぶね。あぶない。あぶね。あ、ゲミルポーション。ありがとう。おい。これひどいな。これチャージした状態で。アイテム回収するとチャージボタンを離さないとメッセージウィンドウを消せないんで、実質そのまま攻撃チャージを維持したままそのまま続行できない。この仕様はどうなんだ。なんだか気味が悪い。某アイレムを思い出すんですけど、頭の中央に穴が開いているあの方々ですね。何？ものすごく怪しいのが出てきたわ。なんだいお前は。ほ、また久川やだ。好き放題言ってくれるじゃないか。この私をアルセイデス様と知っての。あのおばさん、私急いでるから後にしてくれない。おば10トン。よりにもよっておばさんだって。もう許しちゃおかないよ小娘。ねえやめようよ、そういうの年寄りの冷や水っていうのよ。うるさいうるさい。お前たちさっさとこの小娘を片付けておしまい。下っ端、我らがアルセイデス様親衛隊隊員がナンバー9疾風のアミナスマイル。オープンね。はい、お疲れ。まだ声優してるのかな。久川や、誰がいないの。多分たまに見ると思いましたけど。ならばこの私、アルセイデス様親衛隊隊員ナンバー53灼熱のレイモンド、お任せあれ。あ、やべ、これ戦いにくい。倒した者は親衛隊特別会員に格上げだよ。
一応これ軽い操演的なシステムやってますね。キャラクターがアニメーションして演技してる。ナンバー108、玉玉のレマコット。はい。ひゃー、これ消えてるとダメだよね。あいって。ステージの最初からっていうからまた道中あるのかと思ったら10万年早いよ。はい、ちょっとこれ上下左右にしか打てないんだけど。どいつもこいつも、誰か骨のあるやつはいないのか。この小娘を倒した者は親衛隊特別会員に格上げだよ。キー、あ、いって、あ、赤いやつで HP こっそり持ってかれてるのが問題か。ワクチン打ってきました。腕が痛いくらいで、何か、うん、だるいのはこの暑さのせいか副作用のせいかわからないくらいです、うん、あ、グッジョーです。いいですね、羨ましいですね。私はまだ打てるというあのチケットすら来ていないんで、一体いつになるか謎ですからね。羨ましいですね。1回目より2回目の方が副反応出ること多いみたいなんで、次注意ですね。いや、グッジョブグッジョブねえ。あ、よくある反ワクチンね。ああいう頭のおかしな人たちの話は完全無視で問題ないですからね。素晴らしい。やべやべやべ。これをもうちょっとどうにかすればいいのか。あ、5ギガが受信できなくて残念です。そうそうそう、私もあの若干期待してるのはね、 5G に接続されるようになって自分の意識がネットワーク上にアップロードされ、磁石がくっつくようになり、そしてなんだっけ、あとなんだったっけ、あとなんかありましたね。いろいろとサイバーパンクなねことになるらしいんでね、ほんと楽しみなんですけどね。ダメでしたか。確かにワクチンの効用として期待されていたものがなかったわけですね。アンテナを耳から移植しないと5ギガは入らないよ。なるほど、それが足りないのか。単純にワクチンを接種しただけでは前提が作られただけで、やはり電波を受信、送受信するためにはアンテナが必要ですか。あれですかね、あのイングラムの
センサーみたいなもんですか。要はトゥーハートのマルチのようなああいうセンサーを耳にくっつけなきゃダメなんですね。あれをつければつながるわけだ。なるほどなるほど、いいことを聞いた。誰かやりませんかね。あのセンサーバーを見てね、センサーっていうかレーダーか、レーダーアンテナか、あれを見てイングラムと思うか、それともマルチと思うか、それによって人の業がわかりますね。来い。これ光ってる時無敵で、無敵だよね。なんで光ってる時は無視して、あれ、来い。よし、なんか中指立ててるっぽいね。お待ちください。親衛隊の中でもゴールドの称号を冠するエルミナ・コアとシタパ5、シルバーの称号をいただくボウ・サーギルが喜んでアルセイデス様の盾となりましょうぞ。ゲッ、マジかよ。わおわお、ひー、つらいつらいつらい、ひー、あーしくしょ、あ、あ一瞬の一瞬の OT がありましたね。ドット絵か、イベント絵、ああいうのはイベント絵があったりしないの。OT 一瞬の OT でしたね。できればイベント絵でやってほしかった。うん、私があなたに勝てたわけよ。それは？最初から最後まで煽り倒していく。うん。ピチピチとか興味聞きませんね。あれ、素直に認めてる。これはある種煽り返してんでしょうかね。それしかないだろうっていう。うん。しかしノリが軽いなぁ。悔しい。お、ありがとう。ちょっと本当音量バランス悪いね、このゲーム。テレビのしょっぱいスピーカーだとちょうどいいのかな。ごめんください。いらっしゃいませ。これお店の人は、お店のお姉さんはみんな久川屋だね。あ、ちょっと一部のアプリがクラッシュした。これか。お疲れでしょう。ゆっくり休んでいってくださいね。
と、じゃあお願いします。買い物した後にセーブした方がいい気がするけど、まあいいか。ありがとうございました。まあまた何かあるんでしょうね。これ武器や。ごめんください。いらっしゃいませ。ロッドオーブですか。一緒にフレームドラゴンの魔法などいかがですか。話して営業かよ。フレームドラゴンか。スリーウェイロッドレベル1。ああ、これいいな。さっき、あの、98番のフレイ、あれに出ていたやつかな。サンダーロッドレベル2。前散歩後に雷が飛ぶ。三輪車に乗らないけど、サンチャン2っていうの。これなんかのネタかな？わかんないな。アロロットに魔法の矢が2本出る。アロちゃん2って呼んであげてね。あ、間違った、間違った、ボタン間違えた。あ、まあいっか。ありがとうございました。これか。これ村長宅？ラトコカートしばらく前に来た。バルワの町へ行く道を聞いてました。それはそうなんですが、今はバルワの町に行くことはできない。唯一の橋が崩れてしまった。まあ、よくあるパターンね。どうすれば。なんか苦しむ声が。病気で寝ている私の息子。病院の息子に合わせてどうするの。アイザック先生、ケミルポーションでもねじ込めば治るんじゃない。大したことじゃない。なるほどの。方法がないではないがの。はい、長井一郎き参りました。その代わりで言ってはなんじゃが、薬を取ってこい。レイティア湖を越えた先にあるバルワの町でリーフの飛躍を手に入れてきてほしい。あ、はーい。でもその町行けないじゃないの。どうしてあなたが直接行かないんです。なんとかの薬ってのは自分でお金で買うのが嫌なんだもんで、私に買わせようって腹。え、図星なの。湖が渡れんでもいいのか。村外れの灯台で待ってる。
あ、テレポートできんだ。だったら薬代出しなさいよ。特にインタラプトできるものはない。最近は船が出せなくて暇。おや、ここ道具屋とかないんだ。橋はなくなるし、外の村の外はモンスターだらけ。これ宿屋だね。これ桟橋。これ灯台か。開いた。こっからバルアの町へ行ってもらおうと思うが、準備はいいか。え？こっから行くの？あ、はい。少し下がっておれ。突き飛ばされるんでは。ほんにゃらへんだらはーい、はい、それは一体何ですか。呪文が違いますけど、我が呼びかけに答えよう。ほう、我が身を門として大いなる力によって道を開け。あれ、この人結構すごい人では。その小さくなり方も相当高さが。なかなか勇気のある娘じゃ。水の壁を伝っていくとかね、やり方あると思うけど。これか。あ、ちょっと。連打した方がある。あれ、結構楽だな。わーわーわー、なんか飛んでるな。あ、強っ。ん、なんなんだ。空間を抑えてるような感じがするけど、雨降りか。よし、ウォータードラゴン。ちくしょう。これほんとやめてほしいな。あー、投げた。フルチャージだと使っちゃうんだよね。
ちょっとこのゲームの仕様がちょっと、納得いかないところがあるな。あ、止まりあった。うわ、え、あ、そういうジャンプアクションやらせないの。ちょっとジャンプアクション難しすぎるんですけど。おっと、終了時間。え、あ、ちょっとジャンプアクションがこれつらい。
どうすればいいの？ほんとサークシリーズのジャンプアクション面白くないですね。高さが分かりにくすぎる。3D 表現しようとするのが間違ってるんですよ。高さ方向が分かりにくすぎる。あげた。あー、一応落ちますけどね。足場の幅が狭すぎて助走をつけるの無理っぽくない。
あ、じゃちょっと顔洗ってきます。戻りました。はあ、いやー、サークスにしろフレにしろジャンプアクションがほんと最悪につまんない。開いて、
なんなんだこれ。端から飛ぶのか。ちょっと幅が狭すぎる。状態で横を押すと丸太の丸太に対して横じゃなくて画面に対して横に動くから斜め移動しなきゃいけない。今だったから1タイミング飛ぶのを遅らせたら少し中央に寄って届きやすいとか。ああ。操作しないと落ちる。もっと手前になるのかな。いや手前だと落ちるな。全体的に十字キーの入力難しいのか。序盤でここまでシビアなジャンプに要求してくるとは。なんなんでしょうね。なんかやり方悪いのかな。なんか本来想定してる飛び方してないのかな。柱の先端に乗る飛び方しようか。
1マス手前ならな、簡単に乗れるんだけどな。壁に張り付いて、崖に張り付いて登ってくれないの。手前に来てくれ。結構上の段階でも乗れますね。上方向に対して助走無理だ、狭すぎる。あショット的なものないんですか。なのに実は登れる高さはかなり高い。回復使えなかった。え、あ、これもしかしてスタートセレクト同時押してリセット。あ、 PCAG の仕様ってそうだっけ。いや、ちまった。ポーズどっちか分からなくて、とっさに両方押しちゃった。この滝壺には何人のフレイが沈んでいるのか。無限の屍が積み重なってるんじゃないですかね。ブラスフェマスのスタート地点とか、ホローナイスのスタート地点並みにいっぱいいるんじゃないかな。そうだ、ここアイテムやないんだ。
や待てよ、武器買ってないな。ごめんください。いらっしゃいませ。そろそろ死体で崖が埋まる頃合い。それを持って自分の死体を踏んで進めということか。ごめんください。なるほどの。方法がないではないがの。別のロッドを買って試してもよかったかもしれないですね。あー、 3way は確かに、確かにそっちの方が良かったか。射程が長い方がいいかなっていう理由で同じものを選びましたけど、 3way とかだと火力高い可能性があるし、確かにそっちの方が良かったか。あー、ジャンプアクション、このゲーム面白くない。少し下がっておれ。だらだった、ほんにょろへんだら、ほーい、ほい。さっさと、いい感覚のってわけもない。なかなか勇気のある娘じゃ。これか。どっから、こっからかい。いや、この段階で HP1 だとかすっただけで死ぬんだけど。回復アイテムください。よし、星行くありがとう。よし、ご了承、逃げろ。やったやっと行けた。やば、このゲームというかマイクロキャビン、あ、マイクロキャビンのゲームのジャンプアクション面白くない。
やるじゃん、うん、一体何回死んだんでしょうね。どれぐらい時間かけたんだろう。あんな早い段階高いところにジャンプできるとは思わなかった。なんだなんだ、おうおう、何これ、あっ、スポーン地点に敵がいるのやめて。あっ、おいおいおい、ちょっとこれほんとやめて。地点に敵がいるの本当どうにかしてくれませんかね。あ、ここからか。はい、嫌い。あ、まだいんの。ガチとほんとスポーン地点に、あ、なこれちょっと何これ、なんでスポーン地点に敵がいるの。
じゃあ俯瞰する面だけで十分か。よし。あ、うん、ない。お。よし。あ、星肉ありがとう。精錬か。おい、あ、なんだなんだ。おっと。これ登れと。ん？あ、いけた。おっと、なんか来てる。いやーもう振り返るな。あ、やべやべ。え？あ、釣り橋をガッ切られたと。え、倒したでしょ。一瞬固まった。え、これ上いけないの？うん？え？え、どういうこと？なんかルート間違えてた？私はあの箱丸パッドの十字キーでやってますけど、うん、あの箱丸パッドの十字キーってちゃんと入力できないことで有名なんで入力しづらさはもうどうしようもないですね。畜生が。おう、あげた。足場よりポリジョンとしての足場が小さいってパターンとか。多分それまた長い城の敵ですね。あのキャラクターが2マス分なんで、
それで足場が分かりづらいんですよね。わしの名はカテロキンは、この湖の主である。人間の娘よ、今すぐここから立ち去るがよい。何者にもわしの邪魔はさせん。何が目的なの？貴様には理解できんだろう。船を壊すという楽しみは。なんだ、普通にそういう目的なんだ。はあ、いや、ほんと箱のパッドの十字キーは使えづらいわ。マイクロキャビンの VR システムって妙に高さを意識してる、大きさを意識してる都合上、マス目がキャラクターが大きくなんですよね。それゆえに自分のキャラクターの足場が分かりづらいっていう。さっき配信始まる方で見た98の操作のストレスから解放されるためには新しいの購入するしかないですね、W。 あのロジクールの、じゃあお前を壊すのもさぞかし楽しいんでしょうね。ロジクールの F710 もあるんですけど、こっちだとあの無線があの唐突に切れて操作不能に陥ることが連続するんで、どっちも使いづらいっていうね。何にしろ使いづらいですね。 PS3 のパッドを使うという手があるのか。 Bluetooth、 うちの Bluetooth はたふたが安物すぎてまともに使えないからな。有線か。有線だと多分接続コネクタ部分壊れるな。現実的ではないか。お前を倒すのをね、切り裂いてイカ刺しにしてあげよう。あのマストの傾き具合、甲板を駆け巡るひびの微妙なライン、思わない。うん、アート気取りの墓今は死んでいただきましょう。倒されてもらおう。しかし名前が普通にイカなんだね。おい、弱点ガードしながら攻撃してくるんだ。うわー、また茶番から見なきゃいけないのか。また来よったか。素直にわしの力を認めたらどうだ。今度は負けないもん。腕壊れた。なんだなんだ。は、え、終わり。あのこのステージ道中辛すぎるだけでボス雑魚なんですけど。ボス雑魚ですね。なんで道中あんなきついの。私の力さえ十分に発揮できていたら。この後におしを呼んで負け惜しみ。湖の主が聞いてあげれる。ただやはり道中が最強か。 W。 サークシリーズと同様ねえ、レベルデザインはそういう感じなんですね。せめてここが海水であったと思うと、ああ、ここ淡水か。言われてみれば淡水にイカいるんですね。
こんなとこに住み着かなきゃいいでしょうか確かに。お、ありがとう。やはりボスは会話ができることが条件であったかねえ、道中というか、ねえ、ストーリーを教えなきゃいけない茶番をやらなきゃいけないっていう、その条件のもとに選ばれたキャラだから強さはあんま関係ないんですね哀れなイカさん。またひさかわやるキャラクターが思った通り、魔法使いになりたい、なんとかならないちょっと意味がわからない。余った杖でも押し付ければいいんじゃない。自分で言うのもおこがましいとは思うけど、時々私ってか天才なんか、天才なんじゃないかと思うぐらい。ほう。また後でね。うちにある。ほう。はあ、どうや。え、あ、オプションが追加された。求人内容、ボス、求人要項、接客を伴いますので、会話スキルを重要視します。給与体系、完全歩合制。勇者を倒すことで、倒せばね、給料出ます的な、もしくはボーナス支給ですか、1回ごとにおいくらっていう。そしてうまいこと倒されることによって、ね、相手に満足感を与えることができれば追加でって感じですか。あくまでおもてなしっていう方向ですね。おばあちゃんだと声、ひさかわや喋ってくんないんだ。20年前のわしを見るようだ。ほう。よし、お時間だな。1パーティーで100円ですね。あ、ありがとうございます。1パーティーで止めることができると。世界共通の料金体系ですか。じゃあ次回は、この町で道具屋探してリーフの飛躍を探しましょう。いや、このゲームほんとジャンプアクションもつらすぎる。ゲームパッドの入力しづらさも含めて難易度が高すぎる。特にあの丸太のジャンプアクション、あれ、見た目の高さがあんま考慮されてないのはどうなんでしょうね。あれはちょっと納得いかないな。はい、じゃあ、今日はこんなとこですね。というか、まあ、ほんと序盤であれが出てきたってことは、今後もああいうジャンプアクションあるんでしょうね。大丈夫かな。正直辛いんですけど
まあいっか、まあ徐々に頑張っていきましょう。じゃあ、ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。次回もまた、サーク外伝フレイシティですね。これフレイですね。まあそんな感じで、また次回お時間ありましたならば適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ではまたアスタマニアナの方向でおやすみなさい。これガゼルのとこですね。これ VR システム 2.0 サーク2と同じか。じゃあサーク3は、あ、なんか VR システムの説明ないっぽい。あ、VR システム説明ないですね。かん。今度は戦争だ。あ、VR バージョン 3.0 ですね。なるほど、なるほど。操演システムないの？あ、あるある。やっぱ、あれだ。幻影都市のシステムちゃんと引き継いでるんだ。VR バージョン 3.0 と操演システム。なるほど。ちょっとだけ楽しみにしていきましょうか。マイクロキャビン、エルムナイト、タワーオブザキャビン。え、プリメ？あ、これガイナか。幻影都市、大戦略。これシステムソフトだよね。マップコレクション。倉庫版。ライセンスドバイ、シンキングラビット。サーク3。ほう。はい。ちょっと、ほんと、フレームレート高くて遊びやすいけど、ジャンプが辛すぎた。はい。では、皆様、おやすみなさいませ。